桜井光大は、滋賀県安郡安町出身の元プロ野球選手、コーチ、監督。1983年に、滋賀県安郡安町で生まれる。安町立三上小学校3年時に、野球経験のある父の影響で野球を始め、三上スポーツ少年団で、滋賀県大会優勝。小学6年生の時点で、身長170センチメートルに成長していた。 安町立安中学校時代は、滋賀安ボーイズに所属し、関西選抜として世界大会3位。3年時に陸上競技の3種競技へで、県大会優勝。1999年に PL 学園高校へ入学し、2年時に第82回全国高等学校野球選手権大会に出場。高校通算26本塁打。 2001年のドラフト会議において、阪神タイガースから4巡目で指名され、入団。PL 学園高校から直接阪神に入団した、初めての選手となった。新人時代から2軍の中軸を任されるなど、打撃面での期待を寄せられたが、守備難や金本智明、赤星の弘、浜中治、木山慎次郎等の一軍外野人の存在もあって、 入団から5年間は1軍昇格がなかった。6年目の2007年に2軍で打率、333と校長を維持していたところ、浜中、今岡誠、アンディシーツが不審に陥ったため、5月18日の横浜ベイスターズ戦で1軍初出場し、翌日には初先発出場を果たすと同時に、プロ初安打を放った。その後も校長を維持していたが、 10月14日のクライマックスシリーズ第1ステージの中日ドラゴンズ戦で総類中に一類種タイロムッツと激突して左膝膝内傷と診断されオフはリハビリに費やした。翌2008年の年俸は当年の560万円から2500万円に上がり346%増の昇級率は当時の球団歴代最高であった。 2009年に自身初のシーズン2桁本塁打を放ち、規定打席には届かなかったが自己最多の103試合に出場し、打率302、12本塁打、42打点を記録した。2010年は開幕からレギュラーを任され、同年のチーム初本塁打を放つも、7月11日に右肘痛が原因で降格する。 8月10日に最昇格した2日後の広島東洋カープ戦で、上島健次、加野圭介と共に3者連続本塁打を放った。しかし復帰はしたものの2軍降格の原因となった、右肘痛は感知しておらず、オフに右肘の手術に踏み切った。2011年も右肘の痛みが感知せず、1軍出場がないまま10月9日に、球団から戦力外通告を受け、 12月2日に自由契約公示された。2012年2月16日に独立リーグ、四国アイランドリーグプラスの香川オリーブガイナーズ、入団が発表され、背番号は0に決まった。2012年のシーズンは主に指名打者として78試合に、出場、打率はリーグ2位の326本塁打44打点の成績でリーグのベストナインに選ばれた。 11月9日には、日本製紙、クリネックススタジアム宮城で行われた12球団、合同トライアウトに参加、クラシキマスカットスタジアムでの東北楽天ゴールデンイーグルスの入団テストも受験したが合格とはならなかった。2013年のシーズンも引き続き、香川で主軸を打ち、10本塁打、59打点をマークして、本塁打と打点の2カ号となった。 11月18日、現役を引退することを表明した。引退後は、兵庫県明石市内のバッティングセンターで野球を教える。2015年4月30日、香川オリーブガイナーズのアンバサダー兼臨時コーチに就任。2015年度学生野球資格回復制度により、学生野球資格を回復し、2015年秋から、滋賀県立高島高等学校野球部の臨時コーチと、 なり、月に1、2回指導している。2016年11月15日、郷里の滋賀県に発足する、ベースボールチャレンジリーグの新球団子が、ユナイテッドベースボールクラブの打撃コーチに就任する、ことが発表された。2017年10月3日に退任。2019年8月1日に、関西独立リーグ06ブルーズのコーチに就任する、ことが発表され。 8月10日に正式に公示された。2020年11月6日、監督への就任が発表された。下戸であり、タバコも吸わない。筋肉質の体格で、高校3年の時には、ベンチプレス 120kg、背筋力 280kg、握力 70kg を記録している。半身入団時の計測では、脅威 110cm。 太もも周り6 4トル、遠メ1 1 0百1 0 0ル走11.06秒であった。半身時代は、金本智明が左翼手を、赤星のりひとマットマートンが中犬手を、不動のレギュラーとして務めていたため、主に右翼手のレギュラーを争った。長打力が持ち味であり、大砲としての将来を嘱望されたが、外野守備のまずさに加え故障の多さが安定した。 出場機会を得られない一員であった。以下の数値は、四国アイランドリーグプラスウェブサイト掲載の各シーズン選手成績による。ありがとうございます。